パート始めます。いや、まあ、でもどこから時間かかるんですか。それではポケモンの紹介です。カゼナオさんのポケモンはケッキング、トドゼルガ、グライオン、アグノム、メタグロス、ミノカロス。サブロさんのポケモンはカバルドン、グライオン、ハピナス、ガブリアス、ヤドラン、ゲッチマコイグ。それでは決勝戦、準決勝第1試合、サブローさん対カゼナオさん、これより開始します。カゼナオさんはトドゼルガ、サブローさんはカバルドンを駆使しました。トドゼルガ、カバルドンの特性砂起こしで天候が砂嵐になります。カバルドンが始まろうとしています。お互い一撃を使いますね。こうなると速いトドゼルガの方が有利です。選択時間が短いです。さあ、またプレッシャー。しかし一撃に毒々のような時間のカルセルは非常に不安だ。トドゼルガ毒の加害者を受けていますが、ドクトラーいきなり毒を浴びてしまいました。2段目は、サブローさんとカバルドンが独特、カゼナオさんのトドゼルガが、絶対レードを外しました。サブローさん頑張れ。カバルドンでは、このまま居座っていてはレードを食らう判断するでしょうか。問題です。ハッピーナスのトドゼルガ、どっちにしろレードに弱いです。これ、レード2回外しました。しょうがないと思いますか。あ、きっとハピナスだったっていうことは、なんか一撃よけの身代わりかなんかがあるのかな。ロシアンは、まあ、もしくはセルフィーフで凍らせる気なのかもしれない。でも種族値はトドゼルガの方が早い。サブローさん頑張れ。カゼナオさん頑張れ。しかしこれも外れた。ここでトドゼルガが戻りました。毒のダメージがそろそろ重くなってきた。グライオンの登場です。あ、グライオンだ。こいつも一撃です。グライオンは特製砂隠れ、パイプが当たっています。これ危ないですよ。4度連続一撃必殺を放ち、8つ一撃当てました。最終的に考えればそんなもんなんでしょうけど、なんか怖いですね。3発目だ。
です。一撃対策のポケモンのコンテナはしてないみたいです。サブローさん、今千葉コイルを現状にしとけばよかったなって一撃のレッドで 3対1に追い込まれました。なんていうか、ポケモンってやっぱ運ゲーですね。これはひどい。これはこないわ。特製の砂がくれば一撃の前には全く無意味です。上がらない、一撃は別ケース。あ、そうなんですか。だから、スカウン三郎さん、一撃で、あー、剣の前です、男です。での一撃が怖いです。避けろ。一撃をやめて自信ですね。ガブレッシュ硬い。HP の4分の1強ぐらいを奪いました。いやー、赤コーナー、これこれ奪いました。3盾する気です。サンタテ以外大丈夫ですね。サンタコイティナーの目を3分の2がいけるのかな。そろそろガブリアスから暴走。しかし暗いよ、砂隠れです。下手したらすごい運気が見えるかもしれませんよ。あとドラゴンクロー、あ、当たりました、よかった。